今日空いてるかな。偶然だ、突然だ、偶然だけど、突然だけど、夜に来てもらいたいところがあるの。いいでしょうよ。カレー粉のコーヒーは絶品だぞ。冷める前に飲めよ。味が落ちちまうぞ。こういう会話めっちゃ日常だよ。いいよな。一生いたい。もう帰りたくないわ。一生ここでいい。何もやりたくない。先輩。はい、虫でーす。申し訳ない。あと少し待ってくれ。実はこれから雑誌の撮影。なんと私とミカの特集記事。二人の人気モデルに密着。どうよ、私の晴れ舞台。なるほどね。見てくれって話。お台場海浜公園。こんなところがあるんだ。大人のデートスポット。お台場って、バナージがいることしか知らないわ。他にもある、ちゃんと。もう、ああいうことは寄せなさいよ。あれ？あ、そうか、あんちゃん虫被害にやってたっけ？話しとくよ。一時期モデルが現場に来ないことがあっただろ？あんちゃんにも代役で来てもらったよね。あ、そうでしたよね。それね、事務所を装った偽メールのせい。ミカちゃんなんじゃないかって、最初はやっかみから来る噂だったんだけどね。代役で何度か来てもらってからミカちゃん、すごい人気出たから。聞いてみたらごめんなさいって。本当に悪いことをしました。皆さんにもご迷惑をおかけして、私今まで以上に頑張りますから。じゃあ、すぐ本番に入ろう。あんた、そんなダサいことしてたの？ダサい？何が？モデルは、溢れてて枠は埋まってるもの。チャンスが来なければ埋もれて終わり。チャンスなんか待ってても来ないわ。だったら作るしかないじゃない。おお、強い。あんた、大した女優だわ。大体蹴落とされる方が悪いのよ。這い上がれないならいなくても同じでしょ。私には才能がなかったわけじゃない。現にチャンスさえ掴んだら売れたもの。随分余裕みたいだけど嘘のメールバレちゃったよ。認めて謝った方が正解でしょ。隠そうとして炎上したら厄介じゃない。もう私を干すわけにはいかないし、バッシングされたって知名度につながる。そっか。あんたって小さい頃憧れた悪役みたい。これあんからしたら褒め言葉なんでね。怒らないでね。怖いなあ。あんたのことなんか嫌いになれないな。私はあんた嫌いよ。モデルでトップ取るから悪いけど、あんた頑張っても2番だから。今あんたの方が人気あるみたいだけど、正々堂々とかっこよく奪ってあげる。なら私ももう小細工しない。正々堂々と美しくあなたを任すわ。もちろん。まあ、この二人の活躍はね、ペルソナ5のスピンオフ漫画、メメントスミッションで、二人の会話を見れっから、はい、どうぞ見てくださいと。アンとミカがカメラに向かって微笑んでいる。あれ、ミカでしょ？やっぱ本物は眩しいわ。ミカとアンじゃん。やっぱり二人とも可愛い。何食べたらああなるわけ？結構クレープ食ってますよ、あいつ。横のやつ。素材がそもそも違うけど、絶対努力もしてる。まあまあ、最近はしてるのかな。アンちゃん、なんか変わったよね。表情もポーズも魅力的になった。どうだった？私なかなか良かったでしょ。スタッフが褒めてましたよ。やった。自分じゃよくわからないけど、私変われたのかな。あのね、トップ取るって言ったけど、それはまだいつかでいいんだ。今はただね、私という入れ物に素敵なものを一つずつ積み重ねていく。こういうこと言うな。いつか私を自慢できるように。そうやって胸を張って生きている私を誰かが見つけて励まされるかもしれない。広い世界のどこかの誰かの光になれるのかもしれない。シホやヨウが私の光になっているように。あんなら見守ってるよ。ここはそうだな。ヨウは私の光だよ。影って名前なんだけどな。だからこそかな。ねえねえ、昔志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私もう逃げない。
自分にちゃんと向き合って今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから君にも手伝ってほしいな。なんでも言え、その通り、うん、だから君も私を頼って。そうするよ。うんうん、なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当によかった。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決め。ここ毎回どこでスキップするか悩むんだよな。ダラダラと聞くのもって思いながら、はい、同時に喋って今すごい被せてます。すごいあえて被せてますナレーションに。はい、トリックスターね。よし、ここに関しては毎回同じ流れになっちゃうかな。イシュタルね。イシュタル、イシュタルって俺あんま知らねえな。覚えてね、ほぼ作ったことない。あー、カルメンが、まあまあ嫌いじゃないけど、顔面がいかつすぎないかい。ヘカーテね、思ってるのは好きだな。これからも頼りにしてるよ、ファンクラブ永久名誉会員くん。そういえばそんなんだっけ俺。そんなんじゃないよね、初めて聞いたよね。なんかまるで、うん、入ってますよみたいな。永久？永久だからね、永久。よし、じゃあ冷めないうちに食べよ。いただきます。何食べたらああなるんだろうね。あ、ハンバーグ食べてください。みんなハンバーグ食べてください。どうしよっかな、これはディアを捨てる決断でいくか。たるんだ結構ね、氷結見切りか。どうしましょう、これどうしましょうね。ディアじゃ、ディアラマを捨てるか、あえて。ここはどうしようかな。まあディアを変更するか。もうそろそろ体力も上がってきたし、ディア、まあディア、まあまあいいわ。雨ね。今日はご主人様、ご主人様だけに特別メニューのご案内。なんと通常の2倍の馬力、馬力馬力は2倍でも料金は据え置き5000円。はーい、はーい、水も滴るベッキーです。雨とか最悪洗濯物が乾きにくいし。水も滴るってどこ行ったんだよ。いつもの10分待ちにしなきゃ。特別メニュー、おいおいおい、テンション上がってきたー。早く呼ぶぜ。5000円たっけーな、マジで。お前ありがとうございます。ゲホゲホ、おい大丈夫かよ。消毒してね、時期的に。この前ちゃんと話聞いてくれたじゃない、その私の個人的な話。あれから気が楽になったんだ。へえ、今まで誰にも言えなかったから。だからお礼というか、なんというか、たまにはしっかり家事代行を。さあ眠たいのか。はい、金返せ。いや、妥当な、妥当だからね、これは。まるでおかしいかのように陳列してますけど、これは妥当な反応だよ。まあ俺は優しいからね、少し休んだなと。おじい様のメスタにベッキー感激。ああ、限界しんどい、金返せ。まあいったな、咳止まんないんだよね。病院に行った？そうしたいけど。うおー、病院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 、俺が連れてこうか。もし何かの病気だったら入院費かかるし。はは、嘘嘘、ちょっとサボりたかっただけ。ほら、君にはもう隠す部分なんてないし、ミントのこと今となってればバレたのが君でよかったかも。君こそこんなホコリっぽい部屋で大丈夫？それにちゃんと食べてる？インスタントじゃない、生野菜とかさ、ビタミンとかほんと大事。若いからって油断してるとこうなるよ。こうなるよ、ちゃんと寝ないとね。高瀬くんの保護者がさ、お金もっと必要になった？バイトのシフト増やしてもらった。無理するな。あ、いいのいいの、君が気にすることじゃない。
前よりちょっと気は楽なんだ。事情知ってて受け入れてくれる人がいるから。あ、どうも。あ、どうも。恥ずかしいな。恥ずかしいからちょっとお金あげちゃおう。スーパーチャット機能ってそちらのメイドないんですか？潜入道具作り。カレー作りはわかるけど、潜入道具作りって共犯になるぞ。やべえって。担任を共犯にさせるつもりか、俺。次あるから行くね。え、話しただけなんですけど。またね。何を代行してもらったの、俺は。おい。5000円。寄付じゃねえか。あ、ご主人様ですか？今日もご利用ありがとうございました。ああ、ようやく咳止め聞いてきた。薬代奮発した甲斐があるってもんね。ああ、はい、わかりました。先生こそ大丈夫？え、私？しんどいけど、まあ。じゃなくて、君の話をしてるの、話をそらしてないですよ。おじい様がダウンした時は看病。あ、マジですか？こんな時は栄養ドリンクの出番ね。グイッと飲んで一丁頑張るか。あの人、プライベートあるんかな？多分ないんだろうな。人生の目標を失ってそう。